チムの見物旅始まるよ。大丈夫よ。先生、ライトやりながら大変じゃないですか。ありがとう。こっちは明るいからいいかな。鎌倉時代の大型の祖像、日本全国でもこの仁王門にある2体だけなんです。祖像とは粘土で作られた像のこと。粘土は時間とともに水分が蒸発し砂だけが残ります。もう後世に残すことが困難、屋外に近い状態ではなおさらのことです。ここはですね、資金がないのでなかなかですね、これの補修とかはできてません。ここまで歩くのにですね、バス禁止の道路だったんで15分くらい歩きました。この仁王門から如意寺まで行くのにまた歩かなくちゃいけないんです。中に入れないということだったので、
今回はこの仁王門だけ参拝いたしました。私はこの像を見て、ジブリ作品ナウシカやラピュタに出てくる巨神兵を思いました。スタートお正月モードです。眉玉のイメージで薄いピンクと、白パールにしてみました。だいぶ、新年新年お正月、中指と小指、そう、このギラギラ、このギラギラがちょっとおめでたい感じでいいんじゃないかと思いました。ちょっとこれも和っぽいでしょ、なんか歌っててくれてる、ありがとうございます。